粗品です。せいやです。うん。いらっしゃい。マクドナルドクイズ。やったー。やったな。やった。マクドナルドにまつわるクイズあるんですって。ちょっとマクド、まさにちょっといいですか、食べながら。どうぞどうぞ食べてください。マクドナルドクイズ。俺も食べながら、まあ後でしようかな。ちょっと中盤ぐらい。お前好きやもんな、食べながらやるの。やっぱな、ハイヒールさんのラジオ見習わなかった。食いながらやってたからさ、あれだけは変やん、ハイヒールさん。あれだけが良くないとこ。食いながらやる。ハイヒールさんのあそこだけ真似したかん。YouTuber 日常なんで。じゃあマクドナルドクイズいきましょう。オッケー。マクドナルドのポテトの、はいや、あ、何やってどうした。全くわからん。酔てる。SML。 SML バレた、完全に。ちょっと聞こうか。マクドナルドのポテトの正式名称。マックフライポテト。いい問題やな。おお。発売ですね。マックフライポテトね。そういえば。ポテトもあるよ。ポテトもある？あ、昨日の続きで。いらないですか、粗品さん。おい、絶対いらんな。ダイエット中やから。あ、ポテトも来た。いや、これマクド喜ぶんじゃん。マクド食いながら。マクドは喜ぶで。マジで。案件来こへんな、マクドから。ごやん。昔一回やったのにな、この YouTube 関係なく。やったやった。綾瀬さん。いや、それコーラやな。あ、それコーラか。うがきさん。うん。うがきみさとさん。なんかやったようなキャンペーンみたいな。やったやった。どこ行ったんじゃい。こんなやってんのにな。ネットニュースだけ使われる、その時の写真。使われるわ。タイでは。タイ。サムライバーガー。はやっ、はやっ、てりやきマックバーガー。すげえ。あっしゃあっしゃあっしゃ。こいつ強、マクド。お前めっちゃ好きやん、マクド。好きねー。まあまあ関西はこそしてへんけど、やっぱ劇場とかでな、永遠にマクド食ってたのだけは嫌やもんな。てりやきマックバーガ ー強っ。嬉しい。やばいやばいやばい。マクドナルドでは店員の、はやっ、クルー。やばいやばい、手で振るー。よしよしよし、やばい、ちょっと一回ほんまにそういうんかん、やばい。俺はもう空腹で今冴えてるから。強い。アメリカでお肉を食べられない曜日がある人たちに向けて開発。チキンフィレオ。違う。ああ、そうやな、ごめんなさい、もう言い間違えた。アメリカではお肉を食べられない曜日がある人たちに向けて開発され、日本では1971年の創業時からレギュラー販売されているハンバーガーは、それでも関西人か。フィレオフィッシュ。うん、オッケーオッケーオッケー。いいね、チキンフィレオ。ダサいな。危なっ。配信で勤めて危な。2005年に期間限定で販売し、翌年からレギュラー。エビフィレオ。え、強っ。エビフィレオですね。マクド強っ。こいつレギュラーがあんまないからね、マクド。あー、確かに強っ。確かに強っ。強っ。確かにね。おねえ。ソシマ君詳しい。バリおねえや。アフロのような赤い髪。ドナルド。ド。アフロのような赤い髪。紅白の島と黄色の組み合わせの衣装などでおなじみのマスコットキャラクターのフルネームは？フルネーム？あいつの？あいつの？マクダ・ドナルド。なまってんな、おい。マク・ドナルド。ドナルド・クロック。うん。ドナルド・マック。ああ、マック・ドナルド。な、
マークドナルド。あー、ん、インド。インド。もうほぼ正解に近いような答えが今出てました。もうだからマクドナルドを模してんのか、やっぱ。ハンバーグラー取ったな、それ。あれハンバーグラーって言うんか。あいつハンバーグラー、白黒の。おったおった。俺あれ好きやってんやん。どこ行ったん、あのファミリーたち。なんかおったよな、お化けみたいなやつも。ハッピーセットのそいつらのおもちゃ好きやったわ俺、無印の。あったあった昔。ヒント、前半がドナルドなんちゃらなんや。え、ドナルドマック言ったやろ。ドナルドマック、ドナルドマーク。ドナルドマック言ったっけ。言ったな。ドナルドマクド。ん、ドナルドクロック。言ったな、その調子で。え、ドナルドマンク。マンク。ドナルドマンク。危ない危ない危ない。ドナルド・レイ。ああ、そっちな。ドナルド・マクドナルド。ん、マック。マークも言ったな。うん、ドナルド・ドナルド・マクフライ。マーティン・マクフライ。あ、ん、分からんな。じゃあやっといて。え、やっといて。メシ、メシ取ってくる。分かった、俺もすから。ドナルド中盤で。何や、何やろ。ヒント、あのボタンを押してない間に正解が出ました。え、はぁ、あ、何と言ったってこと。はぁ、あ、えぇ、ー、どっちが言ってました。粗品さんも。俺なんて言ったあいつ。あれどこ行った。えあ、間に合わなかった。マクドナルド。ドナルドマック。お前答えてくれや。え、俺ポロッと言った、なんて言ったっけ。正解。はい、発表していいですか。ドナルド、マクドナルド。言ってた。びっくり。言ってた。へえ、長ドナルド2個あんねや。オッケー、約分してよ、約分。2018年から全国展開が開始されたプラス100円。お前名前。5、4、3、2。クォーターパウンダー。うわ、懐かしい。もうテスト範囲が全然わからん。でもな、夜マック。お前ユーザーやな。うん、すごいね、強っ。何それ。何に手出したんすよ。お前ギャンブルはええけど、それこれモザイクね。あかんで。いや終わりやん。マジでモザイクや。終わりやん。終わりじゃない。何なんそれ。目昼飯や今日の。マクドの CM なくなるわそんなもん。1980年代に大阪府のある店舗スタッフのアイデアから生まれた、いつでもお客様を。スマイル。スマイル0円。だって上吉高さんのこと言ってたやろ。全然意図ちゃうで。スマイルさん1980年おらんやろ。スマイル0円っていう答え。今ね、じゃあラスト。うん、マクドナルドフランチャイズ。出た、はあ、許さんぞ。レイクロック。ええねん。そこ強い今。俺はみんな知らん。お前めっちゃユーザーやな。まあ好きね俺。エビフィレオとかすごいわ。おいしい。僕でした。皆さん高評価、そしてチャンネル登録お願いします。